つもその調子でやればいいものを。伝令、環球殿様が敗走しました。敵の策にはめられた模様です。プロシード。何あやつめ、敵に行動するからだ。汚な芝居一族め、貴様らの思い通りに消されてなるか。カモン、プロシード。道義を乗っ取らんとする逆族、しばしめ。その横暴、その傲慢、許しはしないぞ。Really? Where are the men? All right. Are they lazy in their job? これより味方の援護に向かう。Guess so. Just to the normal fashion way. Might as well whenever they get the chance to it.Even comic? Really? Really? Lazy, lazy. What? You're cowardly to fight on the ground? Or going down? しばし殿、逃走中の環球犬を捕獲しました。しばし殿はご不在か。ああ、傷の状態が良くないんで先に巨匠に帰ってもらった。すまないが俺が代わりに聞く。
報告を続けてくれ。承知した。文金文王親子は後に逃亡、すでに我らの届くところではなく。まったく、環球圏はどうしようもない無能だな。後の援軍も生かせず、文金などという手に余る男を引き入れて敗れるとは。だが文金の息子文王の活躍は敵ながら見事だった。あの者を後に追いやったのは後の憂いとなるかもしれない。師匠、少し耳を貸せ。王よ、環球圏、文金、相次ぐ反乱には何かつながるものを感じ、黒幕の存在を疑うべきだ。ああ。芝将様、芝士様が邸宅にてお倒れに。何？何だって？すぐに巨匠に戻る。This is just getting great. This is just weird. カメガと一括されるぞ。過ぎた時を悔いることに意味はない。今私は己の天命を悟った。我が天命は将、お前へと芝一族の系譜をつなぐことにあったのだ。やめてくださいよ兄上、そういうのは俺には重すぎます。師匠、しばし殿の最後の言葉だ、しっかりと聞け。果樹、お前。果樹の言う通りだ将、私は最後に全てをお前に託す。最後のものを束ね、明日葬儀の未来、新たな時代を開く。しばし殿の怪我は相当悪いらしい。工事は弟のしば将殿に託されたとか。またとない行幸よ。しば将殿に父や兄のような器量はない。しば一族の戦王もこれで終わりだな。何をふざけたこと。義が二国相手に立ち回れていたのはしば殿やしばし殿の指揮があればこそ。芝一族が指揮を取らねばもはや義は立ち行かないというのに、芝将殿はやってくださらんのか。うん、
自分はこの度義弟総坊様より安政将軍に任命されました。先ほど職が再び進行してきたとの報を受け、将軍としての任務を果たすべく断刻で迎撃しようと思っております。つきましてはぜひとも芝生殿にも出陣していただきたい。そうか、だが俺は帝から巨匠を守れと命じられている。ならば私に任せてもらえないだろうか。洛陽に赴き当該殿を後方から支援しよう。ああそうだな。これだから諸葛丹殿は、私たちは芝生殿に来ていただきたいんですよ。あなたはすぐに激高して正常な判断を失う。それこそ助けになるかどうか。Keep your mouth. 何だと？生涯言い過ぎだ。これは失礼。そうなったのも芝生殿が出陣を渋るからですよ。私なら帝にツテがあります。芝生殿を断刻に行かせるよう進言してもいいですよ。師匠殿、不本意この上ないけれど、ここは生涯殿を。おい、ああそうだな、よろしく頼む。生涯、結構な判断感謝しますよ。我らは先に断刻に向かいます。行きましょう当該殿。諸葛丹、聞いてくれ。お前には別の頼み事をしたかったんだ。呪春の地は今相次ぐ反乱によって荒れに荒れている。民に慕われているお前に呪春の復興を頼みたい。私は呪春は義と呉の国境、必然的に呉への対応も任せることになる。諸葛丹、頼む。お前にしかできないんだ。先ほどの提案を流されたのはいささか不服であった。だがこの退任は私にしか果たせぬと自負している。呪春のことも呉のことも全てお任せを。では。いいのか、求心力があったのは環球圏も同じことだぞ。果樹、不和の種になるようなことをいちいち口に出すな。他人を信用するなとは芝居殿の遺言だ。忘れたか。いや、諸葛丹を洛陽に置いておく方が危険だ。環球圏は洛陽からの密書を持っていたという話もある。内乱を扇動する敵は洛陽にいると。分かった、調べてやる。任せた。つってもあんまり気乗りしねえけどな。 Quite true, quite true. しましょう。There we go. So we're headed to Chengkang.